JR 中央線武蔵小金井駅南口イトーヨーカドー武蔵小金井店3階、地元の皆様に愛されて64年、繁栄繁盛の眼鏡店、メガネの前田でございます。こんにちは。メガネの前田の前田でございます。本日も大人気エフェクターの最新モデル、イーブンのマットブラックをかけております。さて今回は、そのエフェクターの商品で、大変、興味深い情報が入ってまいりましたので、そちらの方をご紹介してみたいと思います。大人気エフェクターの商品は、中央線西荻窪より西側ではメガネの前田のみ取り扱いの限定商品でございます。こちらエフェクターの中でも、大変人気がありますモデルの一つ、宗像になりますが、実は、この宗像、人気俳優の、松田翔太さんが愛用しているという、情報が、入ってまいりました。そうですね、今から、1ヶ月ぐらい前でしょうか、急に、宗像の問い合わせが増えた時期がございました。どうも、その当時に松田翔太さんが、エフェクターの宗像を愛用しているとご自身で、語ったということで、今大変注目度が浴びている、モデルでございます。宗像やや小ぶりの玉型ですが、エフェクターの、上級モデルとしてしっかりとした作りに、なっております。まあちょっと小ぶりですが、やはり松田翔太さんお顔が小さいんでしょうね。これ宗像でも十分かけられるということですので、そして、こちらの書いてありますハンドメイドインジャパンの、刻印の通り、一本一本、メガネ職人が、手作りのエフェクターならではの質感の良さ、松田翔太さんかけているということで、今注目度が、大変アップしております。宗像、ぜひ実際にご覧いただきたいと思います。はい、俳優の松田翔太さんが愛用していると言います。エフェクターの宗像、私かけてみました。どうでしょうか。イーブンのようなちょっと大きめなタイプになれておりますので、ちょっと小さく感じます。松田翔太さんは多分、小顔なんでしょうね。しかしながら、この 8mm の生地圧を使ったエフェクターらしさ、そして質感の良さ、エフェクターの中でも上位モデルになります宗像、ぜひ実際にご覧いただき、かけていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。